さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。そして今回から初登場、はい、中川亜美さんでございます。よろしくお願いします。さて突然ですが、お二人は東京の、はい、あります練馬ってご存知ですか。名前は何度も聞いてますね。東武東上線のですよね。東武東上線、はいはい、練馬は車でよく行きますけどね。行きますか。なります、はい、そうですよね。私もまあ今回、まあ、そのなかなか行ったことない地域なんですが、はい、今回まずご紹介するのはですね、この成増練馬で心地よい生活空間を創造しお客様に感動を届けています、こちらの企業様です。長い人生において密接な関係にあり、豊かな時間を過ごすためには欠かすことのできない存在。住まいとはもはや私たちの生活を語る上でなくてはならない存在となっている。そんな一生のパートナーとなるマイホームを築き上げた信頼と実績の家づくりによって理想を実現へと形にする男がここにいる。株式会社並木、賃貸営業部長飯塚貴久、建設営業部長山口健二。昭和12年、地元成増で産声を上げた株式会社並木では、住宅建設から賃貸管理まで総合的な不動産ビジネスを展開。さらに多様性を持った事業によって時代の変化にも素早く対応するフットワークを強みに、お客様が望むマイホームを実現し続けている。今回は生活空間コーディネーター飯塚貴久、山口健二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。社名っていうのは株式会社並木で昔から変わらず、名前はまあ創業者が並木っていうあれなんで、もうそのままですね、名字を。昔は並木不動産っていうのと並木建設っていうので別々の会社でそれぞれあったんですけども、平成18年にですね、それを一つに統合して今の株式会社並木っていう形にスタートしてるという形なんですけどもね。なんか会社のロゴもなんかちょっと特殊というか、はい、考えられてると思うんですが、はい、それには何か意味とかがあったりとかするんですか。はい、はい、まずですね、並木の作る心地よい生活空間、はい、その主は構造体として木材と鉄筋が使われております。でそのロゴの左側に四角い黒いものがあるんですが、はい、そちらが木材、右の青い四角が鉄筋ということで、その間を、貫く赤い、はい、マークですね。印象的ですよね。それが社員の思い、ハートですね。ハートだ。そこをアピールしてると。こうでこうだっていう、僕は素直に並木さんの木なのかなっていう。まあ、そう思いますよね。ね、まあ、そこもちょっと奏でてるような形ですね。ああ、なるほど。はい。はい、N ですね。N の並木の N のあれもちょっと入ってる。あ、N。1937年ですね。昭和12年の、3月に、開業いたしまして、で当社の来年で80周年を迎えるというかなり長い歴史があります。そうすか、はい、現会長のお父さんの方が東京不動産取引所っていうようなことで、板橋区成増に始めたのがきっかけになりますね。もともと成増が地元であったっていうこともあるんですけども、仙台がですね、いろいろ顔が広くてですね、やっぱこう不動産のこう相談とかですね、いろいろこう話を受けてたようなんですよね、その時代に。そうですね、ね、だから東京不動産取引所っていうのを作ってこう始めようっていうような形で。昔のその成増、その板橋とか練馬のあたりってどんな感じだったんですかね。はいはい、今のこう光が丘公園っていうのがあるんですけども、そこはもともと陸軍のですね、旧陸軍の成増飛行場っていうところだったようなんですよね。はい、でそこ、そうですね、そうですね、はい、飛行場として使ってたようでして、でそこをですね、戦後米軍がその
空き地にですね住宅を建てて米軍のまあ宿舎っていうんですかね住宅として使ってたと。結局そこの住宅がない空き地のところをですねまあ日本にこう返還するにあたってやはり米軍がですね日本に直接返還をしないというようなことでやっぱりそのうちの並木ともですね間に立って中間に入ってとかっていうようなことで返還を受けた協力をしたというようなことでそこからもいろいろスタートしてやったというような話もすごいね、はい、聞いてるだけで歴史がもう本当に感じてそこに携わってるっていうことだよね。そうですね、そのように聞いてますけどね。しかも元は日本の地なのにね、はい、そうですね。そんな成増を取り巻く環境は高度成長とともに大きく変化していった。賃貸住宅の設計施工、また完成後の建物の管理と入居の募集、あとはアフターメンテナンスリフォームで、土地の売買、まあ土地に限らず建物もそうですね。ですから、自社で土地建物については、まあ、一気通貫で完結できるという仕組みになってます。最近で言うとその並木様でサンビアーレというなんかの、うん、なんか建て方建物、はいデザインアレ、これがこの今お持ちいただいた模型、はい、あそうなんですね。おしゃれなんだ、ね、屋根がおしゃれそう丸みがあるという、まあ、このサンビアレというのが、はい弊社のですね賃貸住宅の登録表彰になっているという形 で、まあ、特徴はこういったアレのデザインの屋根と。これはもう実はこうやってね、はい、こう外せるんですよ。こうやってね中もちゃんと作ってあるの。これ作ってありますね。これは屋根が丸いっていうのはなんで丸いんですか。やはりこの入居者の皆様はこう一見で自分のアパートだと分かるようなデザイン、見てた時に、はい、酔った時も帰れるとかそういうことで見やすい分かりやすいとかね。サンビはビアレの由来っていうのはどこから来てるんですか。これは英語の太陽の山、うん、それとイタリア語の並木道並木道か、イルビアレこの造語になります。で、太陽の降り注ぐ並木道という意味合いでサンビアレという形で付けさせていただきました。成増界隈にはですね、こちらの R の丸みを帯びた屋根が数多くございまして、で、まあそれぞれ同じ敷地がないものですからやはり個性を帯びた、それぞれの物件がこの街並みを形成していると。お客様のニーズに合わせた賃貸住宅サンビアーレ、その特徴とは。やはり入居者様はその天井の高さ、ロフトの広さ、収納の良さ、そこを好奇心をかきたてられて他の物件とのお得感を感じていただけるんですね。で入居者さんのみならずこの物件の付加価値としてまた上がっていくということで、大家さんも入居者さんにも双方ともに喜んでいただいている物件です。まさに住む時に一番重要なとこですもんね。そうだね、必要だな、ありがたいな。なんか入居率ってどれぐらいなんですか、サンビアーレの。そうですね、はい、これは 99% の高い入居率になってますね。すごい。そうですね、まあうまく回ってんね。そうですよね。そうですね、まあ実際やっぱりこの特徴があるアパート、デザインアパートなものですから、お部屋探される方もですね非常にこう好評いただいておりますし、あとはこう住んだ後もですね非常に満足度が高いアパートになってますので、通常アパートでこう入居してから退去するまでの期間もですね普通よりもやっぱ長く住んでいただいて満足が高いので長く住んでいただいているようなんですよね。それでやはりこう平均するとやっぱ 99% ってこう高い入居率の実現につながっていると。ここで中川亜美が現地へ訪れ物件をレポート、その模様をご覧ください。ということで並木さんのサンビアーレ村にやってきました。見てください、ほら目印の丸い屋根、そしてこの外観もすごくおしゃれだし綺麗ですよね。実はここだけじゃなくってサンビアーレ村というだけあって、あっちもほらそっちもこっちもあるんですよ。わあ、もうこれは本当にまさにサンビアーレ村ですね。まあ、ロフトがすごい広くて、
上にいろいろ収納できる、で寝室にもできちゃうので、あの下の居室がすごく広く使えるので、そこが一番決め手になりました。まあ、同世代ぐらいの人とかも何人かいますし、あとはおじいちゃんとかおばあちゃんとかと結構よくしてもらってますね。はい、サンビアールの中は一体どうなってるんでしょうか。実際岡野さんに聞いてみました。どうぞ中の方へ。はい、うわー、すごい広いですね。そうですね、皆さんこの天井の高さで空間広いということで、はい、入居者の方にも喜んでいただいております。そうですよね、はい、しかもなんかパッと見本当に収納がたくさんあるんですね。そうですね、はい、収納もこちらの方にもウォークインクローゼットの方もございますので、天井からこう広々とした空間があるので、はい、収納していただいて、下の方は広く、上の方は収納として寝室として使っていただけるので、はい、とても広く洋室使っていただけます。そうなんですね。あと他には特徴ってあったりするんですか。そうですね、こちらの収納階段になります。で収納階段なんですけれども、もともとの方ははしごだったんですけれども、はい、女性のお客様が、ね、怖いということで収納の階段になっておりまして、で43型のテレビなども入れていただけます。はい、実際広さってどれぐらいあるんですか。はい、こちらのお部屋の方は26平米ございまして、ロフトを含めますと36平米になっております。天井の高さの方は 3.6 メートルございますので、あの天井の窓の方がございまして、とても明るいお部屋になっております。入居者層っていうのは大体何歳ぐらいなんですか。はい、20代後半から30代前半になります。社会人の方が多く入られております。あと実際セキュリティとかどんな感じなんですか。はい、こちらの物件ではあの下の階の方にオートロックの方がございますので、入居者の方でないと入れないようになっております。こちらのサンビアーレの建物の特徴ってありますか。はい、外観になります。外観が屋根が丸くなっているので、街の中でもひときわ目立つ建物になっております。そうですね、まあ、遠くから見ても見える、ね、分かりやすく丸い屋根ですよね。はい、とっても広く住みやすそうで明るいお部屋でした。このなんか全社員さんで、その株式会社のミキさんの中で、なんかこの取り組んでることとか、なんかこう一緒になってやっていくっていう思いがあったりとかすることって何かあったりするんですか。実際まあ、会社全体では、はい、まあ、地域貢献もあるんですけど、はい、なります界隈のこう駅前掃除したりとかっていうのを、まあ、全社員でやったりですとか、あとはこの管理させていただいているこうアパートマンションっていうのもですね、毎週全社員でですね、今日はここの物件やるぞってなるぞ、物件を決めてですね、そこでこう全員で全社員で行って清掃するというような試みでやってますね。はい、そういうのって伝わるもんですから ね安心しますよ ね昨今やはり、高齢者のお住まいということで、まあ、国が掲げているですね、サービス付き高齢者向け、住宅整備事業というのがございます。まあ、私どもは、高齢者向けの商品としてシルフォートというあの商品が、シルフォートシルバーコンフォートということをまた造語でシルフォートとしております。まあ、それはあの高齢者の皆さんが普通の賃貸と同じようにお住まいができて、要支援1の低い方から要介護5の高い方までお住まいができます。でサービスを自由に選べて、まあ健全な方でもそうなんですが、要は介護の必要な方もいろんな方が入れると。時代とともに変化するニーズを見極め、常にお客様に寄り添ったビジネスを展開する伊塚隆久、山口健二、そんな男が見据える今後の展望とは。やはり当社もこれからますます発展していくためにですね、まあ、視点をこういろいろどんどん積極的に出そうというふうに今考えてるんですよね。でやっぱりそこのエリアエリアでですね、早めに根付いてですね、サンビアーレというものをですね、もっともっと知っていただいて、いっぱい建ててこうサンビアーレ村をいろんなエリアにいろんなところに作っていこうというふうに今夢を持ってうちらは、やってるところでございます。はい、社員様も、まあ、たまらないだろうね、自分たちが建てた家がそこにあるっていうね、地域が地域になってきたみたいな、はい、たまらないな、いいな、夢があるな。ね、そうですね。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。はい、さて続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は学生の頃どういう学生さんでしたか？学生の頃、はい、どういう、まあ部活動だよね。そうですよね。サッカーもガンガンやって、もミシェルさんはそうですよね。食べて飲んで寝る、はいはい、勉強して寝る、はい、あのちゃんは？いやもう私はイベントことだけ楽しむ学生でした、はい、そうですか。テスト勉強とかもやっぱり苦手でしたね。モテたんだろうね。そうね、モテそうですね、はい。そこで次にご紹介するのは、合格までの道筋を綿密に計算し練り上げられたカリキュラムで徹底した学習法を行っています、こちらの企業様です。誰もが思い描いたなりたい職業。スポーツ選手や芸能人と同様に、医師という職業もまた憧れの存在として常に上位に挙げられてきた。その人気が高まる一方、限られた時間を過ごす志願者にとって、受験のための知識やノウハウの習得はもはや避けては通れない課題となっている。そんな悩める受験生たちをサポートし、未来の医療を支える人材を生み出し続ける男がここにいる。レクサス教育センター副代表歯科医師桑原武史。医学部受験を支える総合教育プランナーとして1992年に設立されたレクサス教育センターでは、綿密に練り上げたカリキュラムのもと、少人数のクラス編成や個人の学習環境を徹底的にサポートすることで、学習内容の高い定着率を生み出し、受験生たちの見据える合格への道のりを切り開いてきた。今回は医学部受験のエキスパート桑原武史をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。医学部の、受験の指導をしております。はい、医学部、医学部限定ですか？はい、ほぼ今いろんな学部指導してきたんですけども、今ほぼ医学部限定の形で行っております。はい、今医学部受験が非常に難しくなっておりまして、昔は入りやすい大学を医学部あったんですが、はい、今はどこも本当に東大並みの、ね、難しさになってしまってまして、まあ、そういった生徒さん、そういった希望の生徒さんたちをなんとかシステムですとか先生の手厚い指導で入れるようにということで、いろんな形の指導をさせていただいております。はい、でも病院の先生は我々はいてくれないと困るじゃないですか。はい、それを厳しく厳しくどんどん厳しくしてって枠を狭めたら、うん、と思うんですけども、やっぱり実情は大変ですか？大変ですね。絞られて志望者の方がすごいこう増えてるんで、今テレビなんかで医師をこう主人公にしたドラマとかね、いろいろと放映したりして憧れる方も多いですしね。それからもともとお医者さんのお医者の方で、やっぱり医学部行きたいという方もいらっしゃいますので、まあ、いろんな方がね、もしくは社会人になられてからもう一度医学部に入りたいなんていう方も増えてますので、定員がずっと、はい、大学の数がもう20年以上増えてなかったんですけども、でそれでまあ志願者が増えてるので、今そうですね、40倍の倍率なんていうところもねありますんでね、はい、それで結構難関で皆さん苦労されてます。はい、大手予備校行ける、例えば有名な予備校いくつかありますけども、そういうところに行かせてれば安心だろうと思われるかもしれないんですが、そういうところは基本ができているのが大前提で授業が進んでるんですね。でその基本のない人が行かれると、基本がないので最初は優しめの入試問題なんか基礎って言ってやらせるわけなんですが、だんだんついていけなくなって、秋にぐらいになるとかなり厳しくなってしまうことが多いんですよ。それから夜の時間の勉強の時間帯も自分でこうやるんですけども、それもやっぱり10代後半ぐらいの生徒さんがですね、自分で自己管理して決めた通りにするっていうのはなかなか難しいんですね。でその基礎がないっていうことですとか、その自己管理っていうところで、それで成功できる人も大手予備校ご利用の生徒さんの2割ぐらいはいると思うんですけどね、残りの7、8割の方はやっぱりなかなかうまくいかないんですよ。それでまあこういった少人数制の行き予備校っていう授業が医学部受験について、まあ、厳しい試験ですのでね、あるわけなんですが、
ただその池予備校の中でも私どもの予備校はですね、学んだことをいかに定着させるかっていうところを非常に重視してるんですよ。あと先生の手厚いフォローですね。徹底指導ですかやっぱり。そうですね、私どもの場合はですね、特にその予備校生ですね、浪人生の場合には朝の9時半から夜の9時半までずっと完全拘束体制で、で授業も強制的に受けていただきますし、授業終わった後も強制居残りしていただいて、それからそこで勉強する内容も全部課題という形式で、その日の勉強を強制復習していただける形になっているんですね。でこれはどうしてそうしているのかっていうのはわけがありまして、よくある失敗はその大手予備校、自分も昔そうでしたけど、大手予備校こう行かれてですね、で話を聞いて分かった気になって終わってしまって、実際試験に行くと書けない、答案書けないという状況になってしまうこと多いんですよね。で私どもの場合はですね、その教えたことを課題を通じて実際にその生徒さんにこうやっていただくっていうステップをシステムでかましてるんですよね。で習ったことをその日のうちになるべく全部やっていただいて、でもただその授業を受けて理解できて、夜間指導っていう時間帯の夜の勉強の時間帯に課題を通じて復習していただくんですが、それでも定着っていうところまでは行ってるかどうか、これまた定着っていうのもまた違ったステップだと思うんですよ。授業を受けて復習をしてさらに定着させなきゃいけないんで、その定着のその勉強を日曜日ですねにしていただいて、で定着しているかどうか、まあ1、2週間前に勉強した内容を日曜日に復習してもらって定着させて、それを月曜日に実際定着しているかどうか見るっていうふうにしてるんですね。でもしそこで定着してなかったらまた追い打ちをかけて推薦やったりとかテストのやり直しっていうのをやってもらってるんですね。レクサスが提唱する独自の教育システム、そのこだわりを桑原に聞いてみた。夜に出す課題も渡しっぱなしではなくて、全部やったかどうかチェックしてるんですよ。壁に表が貼ってあって終わったかどうか、生徒さんも先生も一目で分かるようなね。で遅れてると自分だけこう遅れてる風になりますんで、そういうの気にしたらたいと、あと夜の時間帯皆さん勉強してるんですが、今年ですと7、80人の生徒さん、80人ぐらいの生徒さんで、先生が夜の時間帯15人から20人ぐらい質問し受付専門で待機してるんですよ。で普通の予備校っていうのは例えば学生の人が何人かいたり専任の先生がちょこっと対応するんですけど、その15人から20人の先生とかずらっと生徒さんたち待ってるっていう姿ですね、それは普通の予備校ではなかなか実現できてるところではないんで、そういったところもレクサスの大きな特色になってるんですよね。実際一クラスって何名ぐらいなんですか？一クラス9人以内の人数でやってます。そうなんですね、はい、これはやっぱり9人ぐらいの人数っていうのが先生が目が行き届いてきちんとした指導ができるところだと思ってるんですよね。そこがやっぱりその合格、高い合格の、そうですね、ポイントになりますか？はい、であとはそのうちの予備校に来てれば、これ間違いなくそういったシステムですね、成績は伸びるんですね。ただその伸び幅というのがやはりその生徒さんのモチベーションですとかご経験ですとか能力によってね、それでもうちの場合は伸び幅が大きいんで間に合ってくる生徒さんの割合がね非常に高いんだというふうになってると思います。実際その生徒さんってそのシステムの下でどのようなお勉強を基本的にはされるんですか？はい、そうですね、高校生が勉強する英語と数学と、あと生物科学物理みたいな理系の科目ですね、それを勉強してます。で国立を受ける子はそれにプラスして国語と社会ですね。いやでも本当科目多くて大変です。すごいですよね。そこまで必要ですか？でも、実際その医療系の仕事、特にドクターみたいなことやってみて思ったのは、医療系の仕事半分ぐらいはね、事務仕事なんですね。でまずその事務処理能力っていうのはどうしても必要ですし、それから目の前にあるその病気とか患者さんの状態をどうにかしなきゃいけないんで、時間内に何かこなすっていう能力っていうのはどうしても必要になってきますよね。でそういう部分でやっぱり止まってしまってると、実際の医療現場に出てからいろいろ困るでしょうし、それからその中身の問題じゃなくて、やっぱりこんだけの量とこんだけのものをこなせるかっていうことで、それがやっぱりできないようだと、やっぱり医療系の仕事って人の命に関わったりと人の健康に関わる仕事なんでね、やっぱりちょっと能力的に少しどうかなっていう部分は考えちゃう部分はありますよね。でもちろんその
勉強ができるイコールいい先生になれるっていうのとはまたちょっと違う。これ別ですよ ね。それは人間性のあれが出てきますからね。これは違うと思います。はい。独自のシステムと講師の手厚い指導は学習内容の定着へと実を結び、その成果は生徒たちの高い合格率によって示し出されていった。生徒さんのそのモチベーションって、はい、そのどこにあると思います？やっぱりその歯科医療をやりたいっていうね、その一年だと思うんですけどね。やっぱりその皆さんそれぞれこう若い時にこう夢持つじゃないですか。でそれを実現したいっていうことで、でかなり具体的にこうノウハウがありますんでね、まあ、そういったところにこう来て、でそういった なりたいっていう手段の中でそのモチベーションがこうどんどん上がっていってっていう場合が多いですよね。はい、卒業された生徒さんからの意見とかもありまして、ちょっと一つちょっとこちらにあるの読ませていただきますね。はい、お願いします。先生に質問がいつでもできる体制ですね。勉強していくうちに質問したくなるので、そういう質問対応がしっかりしているところがいいなと思っていました。実際に通ってらっしゃった生徒さんがそうおっしゃるってことは、ね、それだけねやってるんでしょうね。一番助かるし、こっちの思いが通じるんだよ ね、はい、生徒さんの方のね。いや、なんかこういう意見とかいただくと嬉しい。そうですね、そういうふうに、ね、私どものいいところを分かってくださって利用してくださるのは ね、受験生の目指すゴールまで全力でサポートを続ける桑原武史。そんな男が心に留める格言とは。それでは最後に桑原様の格言をお聞かせください。はい、私の格言は、継続は力なりというものです。どんなものでも自分がこうやりたいと思うことがあったらね、それにこうずっとこう進んでいけば、やっていけば、まあ、いつかはね、はい、ものになる。まあ、自分自身もその大学にやりなした時に入りなした時に、やっぱ親戚なんかからは無理だとかバカじゃないかとかいろんなこと言われて、前、まあ、周囲の人からすごい反対を受けたんですけど、それを継続的にずっとやって、自分の希望を実現してますしね。そういったところでもしやりたいことがあったら継続して、で、まあ、実現するのはそれが僕いい人生だと思うんですよ。あ、なるほどね。やりたいことはやっぱりあったら、せっかく生まれてきて与えられた時間決まってますからね、頑張って自分のやりたいことを成し遂げるって、それがまた自信になっていくでしょうし、いい人生につながっていくんじゃないかと思ってます。ビジネスブックコレクション。相続の手続きは専門家に依頼するからお任せで良いと思われるかもしれません。しかし相続は専門家選びで大きく変わることもあります。本書にはそうしたヒントも盛り込んでいます。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、一番わかりやすい相続贈与の本、16年17年版。この本を書いたのは株式会社夢相続代表の曽根恵子さん。2015年に相続税の改正を受け、相続コーディネーターの曽根さんが生前対策のコツなど分かりやすく教えてくれている一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。